どうもイチです。今回はおすすめのプリペイドカード16選といったテーマでお話ししていきます。まずは本動画の総論としておすすめのプリペイドカード16選はこちらになります。どのカードもメリットやデメリットがありますので、そちらを簡潔に解説していきます。またプリペイドカードの選び方や分野、メリット、デメリットは以前の動画で解説してあります。こちらを先に視聴していただけると、この動画の内容の理解がより深まるかと思います。また本動画では資金決済法である前払い式支払い手段のサーバー管理式をメインにジャンル別にご紹介していきます。この中の私式と直式、IC 式、サーバー管理式の一部は割愛いたします。ではご紹介していきます。1つ目、総合系。結論から言うとバンドルカードとキャッシュカードライト、ビザプリペの3つです。3つに分けます。1つ目、バンドルカードリアル。バンドルカードは気軽に誰でも使えるところがおすすめです。メリットを2つに分けます。1つ目、年齢制限がない。バンドルカードの発行に年齢制限はありません。なので小さいお子さんでも中学生でも高校生でも持つことができる点が最大のメリットです。2つ目、バーチャルカード。アプリをダウンロードして情報を入力後、すぐにバーチャルカードを使うことができます。デメリットは2つです。1つ目、還元率。ビザ加盟店で使っても還元率は 0% です。2つ目、ネットショップ限定。バンドルカードのバーチャルカードは実店舗で使うことはできません。実店舗で使いたい方はバンドルカードリアル、またはバンドルカードリアルプラスを発行しましょう。ちなみにバンドルカードは日本で初めてカード表面にカード番号のないビザカードを提供したとされています。まとめると還元率が 0% でネット限定がデメリットですが、年齢制限がないところがメリットです。2つ目、ビザプリペ。ビザプリペはカード券面にこだわる人はおすすめです。メリットは3つです。1つ目、券面デザイン。色合いがシンプルで光り輝く先進的なデザインです。2つ目、エンボス番号。突如に盛り上がっているエンボス番号がないフラットなスタイルです。つまりカード情報を全て裏面にまとめていますので、安心安全なところがメリットです。この革新的なデザインをビザクイックリードと言います。3つ目、小学生。満6歳以上の人でも申し込み発行することができます。電話番号とメールアドレスが必要です。デメリットは1つです。1つ目、還元率。お買い物時につくポイント還元率が 0.25% とちょっと低いです。まとめると還元率が低いところがデメリットですが、革新的なデザインなので券面重視の人、さらに小学生でも発行できる点にメリットがあります。3つ目、キャッシュカードライト。キャッシュカードライトはポイント20ドルできるところがおすすめです。メリットは3つです。1つ目、還元率。キャッシュカードライトで決済をすると200円につき1ポイントもらえます。還元率は 0.5% です。2つ目、ポイント20ドル。チャージにクレジットカードを指定しておけばチャージ分のポイントと決済ポイントの20ドルができます。3つ目、決済手段。 Apple Pay、 Google Pay の両方に対応しています。さらにクイックペイプラスとしても使えます。デメリットは2つです。1つ目、還元上限。月あたりの還元上限は12万円とちょっと低い印象です。2つ目、発行手数料。300円かかります。まとめると還元上限と発行手数料がデメリットですが、他のクレジットカードと連携でチャージポイントと決済ポイントの20ドルできる点と決済手段が豊富な点がメリットです。よってキャッシュカードがおすすめです。この3つのプリペイドカードを比較した表を載せておきます。確認してみてください。続いてネット系のプリペイドカードをご紹介していきます。2つ目、ネット系。結論から言うと楽天銀行プリペイドカード JCB と LINE PAY カードです。2つに分けます。1つ目、楽天銀行プリペイドカード JCB。 楽天ユーザーにおすすめのカードです。メリットは3つです。1つ目、オートチャージ機能。チャージした金額が一定額より下回ったら自動的にチャージされます。一部を除いて他のプリペイドカードにはない機能です。2つ目、楽天ポイントを使ってチャージ。たまった楽天ポイントを使って楽天銀行プリペイドカード JCB にチャージすることができます。3つ目、プレミアムバリュー。チャージに応じた特典をもらうことができます。還元率は最大で 1% の楽天ポイントがもらえます。デメリットとしては2つあります。1つ目、16歳以上。2つ目、楽天銀行口座が必要。まとめると15歳以下で楽天銀行の口座を開設しなくてはいけないデメリットはありますが、普段から楽天を使用する機会が多い人やチャージでポイントをもらったり特典があったりするところがメリットです。2つ目、 LINE PAY カード。 LINE サービスを使いたい人は LINE PAY カードをお勧めします。貯まるポイントは LINE ポイントでポイント1円相当で使うことができます。メリットは3つです。1つ目、還元率。 LINE PAY カードで決済すると200円ごとに1ポイントもらえます。還元率は 0.5% です。さらに実績によってはポイント還元率が 2.0% と格段にアップします。貯まったポイントは LINE のサービスで使うことをお勧めします。2つ目、モバイル。 LINE PAY カードを保有していれば LINE モバイルの契約ができます。つまりクレジットカードなしで契約することができるということです。3つ目、オートチャージ。 LINE PAY カードは銀行口座を登録しオートチャージ設定をすることができます。デメリットは2つです。1つ目、還元率。 2.0% を実現するには月に10万円以上の決済が必要です。2つ目、オートチャージ。全ての銀行にオートチャージは対応していません。しかし知名度がある銀行であればオートチャージできます。まとめると
と還元率 2% を実現するには月10万円以上の決済がデメリットですが、通常還元率は 0.5%、 LINE モバイルの契約やオートチャージができる点がメリットです。よって LINE ペイカードをお勧めします。ただし2020年12月で LINE ペイカードは新規発行を停止します。これ以降はバーチャル専用のビザ LINE ペイプリペイドカードの提供のみとなります。これ以外だと国内初のネット専用プリペイドカードのビザプリカとウェブマネーがありますが割愛いたします。この2つのカードを比較した表を載せておきます。参考にしてみてください。貯めたポイントは貯めたサービスで使うのが手っ取り早いです。ネット系だけにあらず回線会社が提供しているプリペイドカードもあります。3つ目、回線系。結論から言うと D カードプリペイドと au ペイプリペイドカードとソフトバンクカードがおすすめです。1つ目、 D カードプリペイド、ドコモユーザーにおすすめのプリペイドカードです。メリットは2つです。1つ目、還元率。 D ポイント加盟店で D カードプリペイドを使って決済すると200円ごとに1ポイントもらえます。還元率は 0.5% です。さらにローソンでのお買い物で 3% オフになります。さらに加えてお得なキャンペーンも頻繁に開催している点もメリットです。2つ目、ドコモ回線。ドコモ回線を契約している方は無料で発行できます。デメリットは2つです。1つ目、ドコモ回線以外、ドコモ回線を契約していない方は発行発送手数料が652円発生します。2つ目、チャージ手数料。クレジットカードでのチャージ手数料が204円かかります。 VJA グループ発行のビザカード、マスターカードおよび D カードは無料です。まとめると手数料が発生するところがデメリットですが、ドコモユーザープラスローソンに相性が良いところがメリットです。2つ目、 au ペイプリペイドカード、ポイント20ドルできるところがおすすめです。メリットは2つです。1つ目、ポイント20ドル。クレジットカードにもよりますが au ペイプリペイドカードにチャージで 1.0% 還元、決済で 0.5% 還元です。さらにポイントアップ点で 0.5% 還元率がアップするので合計 2.0% を実現できます。2つ目、ポンタポイント。貯まるポイントはポンタポイントです。つまりポンタポイントが使えるサービスは非常に豊富ということです。デメリットは2つです。1つ目、保険。海外旅行障害保険が付帯していません。2つ目、決済手数料。海外での決済手数料が 4% と非常に高いです。まとめると海外での利用がデメリットですが、ポイント20ドルとポンタポイントがメリットになります。よって au ペイプリペイドカードをお勧めします。3つ目、ソフトバンクカード。 T ポイントが貯まりやすいのでおすすめです。ソフトバンクカードは T カード一体型のプリペイドカードでもあります。メリットは3つです。1つ目、12歳から。ソフトバンクユーザーであれば12歳以上から作ることができます。2つ目、ポイント還元率。ソフトバンクカードでお買い物をすると200円ごとに1ポイント貯まります。還元率は 0.5% です。3つ目、ポイント20ドリ。ソフトバンク運営のヤフーショッピングでお買い物をすると T ポイントがさらに貯まります。つまりポイント20ドリできるということです。デメリットは1つです。1つ目、ソフトバンクユーザー以外、個人でソフトバンクまたは Y モバイルのスマホを契約している方しか申し込めないのがデメリットです。まとめるとソフトバンクユーザー以外は申し込むことはできない点がデメリットですが、ソフトバンクユーザーであれば T ポイントを貯めることができますのでメリットになります。よってソフトバンクカードがおすすめです。回線系プリペイドカードは1枚持っておいて失敗はしません。3つの比較した表を載せておきます。参考にしてみてください。回線系だけではなく飛行機に乗るための航空系カードもあります。4つ目、航空系。結論から言うと ANA JCB プリペイドカードと JAL グローバルウォレットがおすすめです。1つ目、 ANA JCB プリペイドカード。 ANA マイルを貯めた人は ANA JCB プリペイドカードがおすすめです。このカードはマイルコースとキャッシュバックコースの2つを選ぶことができます。メリットは2つです。1つ目、 ANA マイル。 JCB 加盟店でお買い物すると1000円税込みごとに5マイルもらえます。還元率は 0.5% です。2つ目、チャージ。チャージでボーナスポイントがもらえます。例えば半年間のチャージ合計額が24万円以上で360マイル、12万円以上で180マイルもらえます。3つ目、保証。これすごいのが60日前まで遡って保証される点です。つまりクレジットカードと同じ保証になるということです。デメリットは2つです。1つ目、マイルが必要ない人、飛行機に搭乗しない人は不要です。提案としてキャッシュバックコースを選べばマイルコースと同じ還元率でキャッシュバックボーナスをもらえます。2つ目、確認書類。運転免許証や保険証など2枚を提出する必要があります。まとめるとマイルが不要な人にとってはデメリットですが、飛行機に搭乗する予定の人や保証を重視した人はメリットがあります。よって ANA JCB プリペイドカードをお勧めします。2つ目、 JAL グローバルウォレット。 JAL マイルを貯めたい人は JAL グローバルウォレットがおすすめです。メリットは3つです。1つ目、 JAL マイル。搭乗でフライトマイルを貯めたり、チャージで貯まったり、国内外のショッピングで JAL マイルが貯まります。2つ目、両替。日本円から外貨への両替で200円ごとに1マイル貯まります。3つ目、海外事務手数料。指定の15通貨はお買い物時の海外事務手数料が無料です。一般的なクレジットカードの場合は 1.6% 程度の手数料が加算されますのでお得です。デメリットは2つです。1つ目、遠出しない人、マイルが不要、もしくは海外旅行へ行く機会がない人は不要です。2つ目、本人確認書類。合計で6枚提出する必要があります。
まとめると遠出しない人にとってはデメリットですが、マイルが必要で旅行したり外貨を両替したい人はメリットです。この2つのカードをざっくり比較した表を載せておきます。確認してみてください。航空系プリペイドカードは次に紹介する海外系と組み合わせると良いです。5つ目、海外系。結論から言うとマネパカードと外貨、キャッシュパスポートプラチナがおすすめです。1つ目、マネパカード。マネパカードは海外での利用時におすすめです。メリットは3つです。1つ目、手数料。海外でお買い物する場合の手数料が無料になります。2つ目、複数の通貨に対応。例えば1枚で6つの通貨をチャージして現地で利用できます。デメリットは4つです。1つ目、専用口座。マネーパートナーズの口座を開設する必要があります。2つ目、発行スピード。カード発行までに1週間から2週間程度の時間を要します。3つ目、 ATM 手数料。 ATM 引き出し手数料がおおよそ200円かかります。4つ目、旅行障害保険。保険が付帯していません。まとめると口座開設や保険が付帯なしのところがデメリットですが、海外利用の手数料が 0% になったり、複数の通貨に対応しているところがメリットです。よってマネバカードをお勧めします。2つ目、外貨。外貨は海外旅行におすすめです。メリットは3つです。1つ目、海外旅行時、日本国内でチャージをしておいて海外渡航時に現地の ATM でお金を現地通貨として下ろすことができます。対象はプラスのマークがある ATM です。2つ目、外貨フレックス機能付きカード。外貨のサービスに加えてこの5つのサービスが加わった外貨の上位互換カードです。条件として申請総合口座パワーフレックスを持っている人に限ります。3つ目、 ATM 手数料。 ATM 引き出し手数料が無料です。デメリットは1つだけです。1つ目、確認書類。マイナンバーカードと運転免許証など2枚提出する必要があります。まとめると確認書類の提出が面倒なところがデメリットですが、海外利用時に使えて外貨カードのパワーアップバージョンの外貨フレックス機能付きカードもあるところがメリットです。よって外貨カードをお勧めします。3つ目、キャッシュパスポート。現地で銀行口座開設ができない短期留学の方におすすめです。メリットは3つです。1つ目、銀行口座。口座の開設が不要です。2つ目、年齢制限。未成年でも申し込み発行できます。3つ目、通貨。1枚のカードに9つの通貨を入金できます。デメリットは2つです。1つ目 ATM。 日本国内の ATM で使うことはできません。2つ目管理手数料。年1回利用していないと口座維持手数料が毎月150円かかります。まとめると国内で利用できなかったり管理手数料がかかったりデメリットがありますが、口座の開設不要で未成年でも申し込み発行できる点がメリットです。よってキャッシュパスポートをお勧めします。この3つのカードのざっくりした比較表を載せておきます。一時停止して参考にしてみてください。上記で紹介した〇〇系以外だと専門系というジャンルもあります。6つ目、専門系。結論から言うとレボリュートカードと家族の財布、エポスビザプリペイドカードです。1つ目、レボリュートカード。レボリュートカードは資金決済専門の口座を持てますのでおすすめです。メリットは3つです。1つ目、送金。国内外に送金できます。2つ目、為替手数料。外貨両替可能枠の75万円を超えない送金には手数料がかかりません。3つ目、使い捨てカード。月額980円の有料プランでは使い捨てのバーチャルカードも利用できます。デメリットは2つです。1つ目、発行発送。プリペイドカードの発行と発送手数料に2000円発生します。2つ目、預金保護。銀行であれば1000万円まで預金保護してくれますが、レボリュートカードは保護してくれません。まとめると発送手数料が発生して預金保護してくれないところがデメリットですが、送金できてさらに為替手数料が無料なところがメリットです。そもそもレボリュートカードはプリペイドカードという枠には収まらないカードだと思います。このカードの詳細は別枠で配信いたします。2つ目、家族の財布。家族間でカード決済の情報管理をしたい方はおすすめです。メリットは3つです。1つ目、チャージ。毎月決まった額をこのプリペイドカードにチャージできます。2つ目、2種類の残高管理方式。共通のお財布は残高を共有することができます。別々のお財布は残高をチャージすることができます。この2つは残高を移行することもできます。3つ目、券面。14の券面デザインから選ぶことができます。デメリットは1つです。1つ目、共有。お互いに残高が見えてしまうところがデメリットです。まとめると残高がオープンになってしまいますので、何にいくら使ったかが分かってしまう点がデメリットですが、残高を移行したりこのカードにチャージできるところがメリットです。よって家族の財布をお勧めします。3つ目、エポスビザプリペイドカード。エポスカードとエポスゴールドカード保有の方専門におすすめです。メリットは3つです。1つ目、券面デザイン。エポスセレクションからアニメキャラ、アーティストまで100種類以上のデザインの中から選ぶことができます。2つ目、有効期限。エポスカードからエポスビザプリペイドカードにチャージでエポスポイントの有効期限が無期限になります。1エポスポイント1円でチャージできます。3つ目、還元率。ビザ加盟店決済で200円ごとに1エポスポイント貯まります。還元率は 0.5% です。デメリットは3つです。1つ目、エポスカード保有者。エポスカードとエポスゴールドカード保有者しか申し込み発行することができません。2つ目、チャージ方法。エポスカードかエポスポイントのみチャージできます。3つ目、イベントは対象外。 10% オフになるマルコとマルオの7日間というイベントの決済では割引対象外です。まとめるとエポスカードとエポスゴールドカード保有者限定というデメリットがありますが、還元率やデザイン、ポイントの無期限がメリットです。よってエポスビザプリペイドカードをお勧めします。まとめ、
プリペイドカードは専門系から海外系まで様々なジャンルのカードがあります。カード決済入門の第一歩としてお子さんに持たせてカードリテラシーを高めるといった観点からもおすすめです。プリペイドカードは審査がありません。よって気軽に申し込み発行できます。この機会を機に1枚発行してみてはいかがでしょうか。また今見ている視聴者さんがおすすめするプリペイドカードも知りたいです。もしよろしければコメントください。最後に今回紹介したプリペイドカードを図にしてまとめておきます。ちょっと字が小さくて読みづらいかもしれませんがご了承ください。また概要をまとめた表も載せておきます。以上おすすめのプリペイドカード16選といったテーマでお話しいたしました。はい、この動画が参考になった役に立ったと思った方は高評価ボタン、チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いいたします。私一は Twitter、Instagram もやっておりますのでもしよろしければフォローしてください。またキャッシュレスオブザイヤーも開催中です。詳しくは下の概要欄のリンクから動画を見てください。ではまたお会いしましょう。バイ。